先日アルバイトをしていた時、何やら事務室の方から店長の声が聞こえてきた。別に店長の声を聞くつもりはなかったが、店長は、あきこ、もうちょっとで帰るから待っててね、と言っていた。バイトやめてー。はいどうも、ひたすらチャンネルです。ひたすらチャンネルです。はい、2回言っていくということで、はい、皆さん、今作、いや、まあ前作もそうなんですけど、まあ今作の2020、特にバチコリとフライスルーパスが強いことをご存知でしょうか。はい、今作はやっぱりあのフライスルーパスはとても強力な攻撃の形であり、まあ外役の戦法の一つとして知られています。ということで、じゃあまずオンチャレでね、なかなか勝てない人たちいますよね。俺もその一人なんだけど、まあ、やっぱオンチャレをまあ楽に勝てると言ったら、じゃあその戦法を盗み取るしかないということで、今回はフライスルーパスの攻撃を中心に組み立てて試合をしてみたということで、皆様にバチコリと試合をね提供していこうと思います。ということで早速なんですけど、まあ試合へね、レッツラゴーということで、皆様よくチェックしておいてください。はい、マッチングしていくということで、今回は、ブスケツとロナウド、カラモも絶好調ということでね、まあね、まあいいんじゃないんでしょうかということで、はい。で、フラスル中心で攻撃を組み立てていくっていうことなんで、まあ大体あの中心選手ですね、あのセンターミッドフィルダーとか、まあアンカーあたりは全員バックスピンロブ持ちのあのフライパスで固めておるんで、まあここはね、しっかりとね、まああの、フォワードに対してフラスル中心で攻撃を組み立てられるようなフォーメーションで組んであるんでね、皆様安心してください。はい、キッキングオフしていくということでね、楽しみになってまいりましたよ、この試合。さあ早速フラスル上げちゃおうか。ヘディングで、いやー、できないか、頭でね、おでことボールを合わせてね、あのね、うまくねコミュニケーションを取れないと。はい、ボールとうまくコミュニケーションを取れる人間はベストサッカープレイヤーになれるということでね、まあそれはね鼻から間違いないという言葉で、はい。で、最近あの鼻の頭にあのニキビができましたということで、はい、今ピエロなんですよね、俺僕ってなんだよな、一人称俺僕みたいな、やばいな、俺もそれでそういうキャラでいこうな。俺僕昨日砂遊びしたんだけど、お山さんに穴開けたらお山崩れちゃった、てへぺろみたいな感じのノリはやめてくれとね、それだけを俺はね切に願って言っておりますということで、はい。で、あの鼻の頭にあのピエロ、はい、あのニキビができたっていうのはとても恥ずかしいことですよね。じゃあそれをねどうね解消していくかっていうとね、まあ俺も知りません、正直言うと。だけど、まあ強い気持ちが大事ということで、はい、強い鋼のねメンタルを持つことが大事ということで、実際ね、周りのみんなね、鼻の頭にニキビできてる人がね、そこら辺にいてもね、気にはしないんすよ、正直。はい、やっぱ自分だけ気になるところっていうのは本当に気になるものであって、はい、もうね、他人から見たら別にそうでもないから、うん、こいつ頭に、鼻の頭にニキビあるクソワロタキッショーみたいなね、思ってないから大丈夫はい、ということで、ひたすらチャンネルからの人生相談でしたということで、はい、ここからも行っちゃえよ、行っちゃえ、うわ、相手苦し紛れのスライディングしていくよということで、いやー、ここはうまくつながらないか。まあね、カラモはね、オフェンス点が96あるから、これ多分ね、フライスルーパスとね、相性とてもいいということで、ここ難しい、どうしよう。ここ一回止まって、ここでフラスル、いや、いいぞ、うー、なんで頭で触ろうとする、お前は。お前はその足の速さがあるだろうが、頭に頼るな、お前は。なあ、お前な、勉強しかできねえ、東大生かよ、ふざけんな、マジで。あ、東大生の皆さんもごめんなさい。謝っておきます、最初に。まあ、東大生が俺の動画なんて見るわけはないんだけどね。うん。鼻から頭のレベルが違う人間の動画なんて見ないとね、東大生。てか、よくよく考えたら、東大生ってどんな動画見てるんだろうね。あの、東大生の人いたらどんな動画見てるか、よかったらコメント欄で教えてください、ということで。はい。東大生がさ、モコ先生とかさ、あの、ね、他の YouTuber を出してしまいましたが、あの見てたら俺なかなか面白いんだけどそういう人もいるけどな、普通に。だって言ったらだよ、だって頭のいい大学ほど陽キャはいるから、うん、ね、早稲田とか慶応とかね、いますから、頭のいい大学ほどはしゃいでるやつ。いいよな、楽しそうでいいよな、大学生な。俺なんてな、引きこもってな、大パンしながらな、実況してるな、大学クソ大学生だわ今。何やってんだろう俺。
片やシャンパン片手に女の子と楽しんでる傍ら、俺は一体何をしてるんだろうっていうとね、一人でシコシコね実況をしてね、あのねクソ陰キャかましてますよということで、友達ともあまり遊ばず、はい、っていう、いやまあ結構動画出してるよね俺、27本近くは自分の動画出してると思うんだけどさ、あの未だに噛むっていうね、結構あのどういうことなんだろう、その髪は何っていうね、噛み合わせ悪いんかな、ちょっと後で歯並びよく、来た、いや決めていけー、ヒューヒューヒュー、ロナウド、ロナウドっていうことでね、今綺麗なフラスルがねバチコリかませたっていうことでね、これがフラスルの強さということで、ロナウディングでね決めていくということで、しっかりと見ましたかということで、はい。ただね、あのねフラスル中心の攻撃ねかなり難しいと、あの意外とやってみると難しいね、なんか全部が全部フラスルだと本当に難しい、ここいけるんじゃないのかっていうことはいけないかな、お来た、いやー振り向った瞬間から分かった、ここむずいね正直、そうあのさ全部フラスルはねやめた方がいいもう後半の頭から結論出しますっていうことで、あのフラスルばかりダメだ、うん、同じことばっか飽きられちゃうよ、女の子にも男の子にもオカマにもみんなにもニューハーフにもみんなね同じことは嫌だ、毎日同じことされたら嫌でしょね、そういうもんなんだよお前らな、よくな頭に刻み込んでおけよ、本当に毎日同じものな食べさせていったらなダメなんだよ、毎日毎日な毎回毎回のデートをなコース料理のなあるなお店に連れてったらな、さすがにそれも飽きるんよ女の子は、たまには庶民的なものも食べたいんだよな、部屋で2人でねシコシコとあのカップラーメンを食べてゲームするっていうのもいいの、ああ、はい、以上ひたすらチャンネルの人生相談でしたということで、話のネタがなくなったらすぐそういうことに走る俺のその癖をやめていただきたいということでね、はい、しっかりとねあの試合に触れて、うわ何やったの今おいおい、ノイヤーノイヤーくん、バスケじゃありません、これはこれバスケじゃないんだよノイヤーくん、本当によ何やってんだよマジで何フリースローみたいな感じでボール上に突き投げてんのお前、すげえお茶目な一面見せるやんなあ、そのお茶目な一面何何それマジで、なんか普段ド S でなんか厳しい女の子がなんかちょっとつまずいちゃって、あって危ねえみたいな感じで言っちゃうパターンじゃねえかよお前、それ燃えるということで、うちのノイヤーちゃんの燃える一面でしたということで、皆様狙わないでくださいよ、狙わないでね俺のノイヤー、俺だけのノイヤーターンなんだから、ノイヤーターンってしていいの俺だけなんだから、お前らやめろよ、絶対取るなよお前、寝とったらぶっ飛ばすかんな本当によ、俺が許さねえマンジェみたいな感じだからね、指一本たりとも触れさせねえみたいな感じのな男子なんだから、俺やめろよマジで、お前ツイッターに位置情報な、お前その女の名前にしてな、指一本でも触れさせねえ、触れたらやつはぶっ飛ばすぜマンジェみたいな感じなんだから、お前やめろよマジで本当によ、お前絶対に触れさせねえからなお前な、肌のぬくもりとぬくもりとお手手のシワとシワ合わせてナムナムはさせません、お手手のシワとシワ合わせて幸せナムっていうことでね、っていうことで、はい、最近ねあのねサメが食べたい、あ間違えた、サメが食べたいじゃないねサメ食べたらやばいねもう口の周り血だらけだわお前、サメ肌にあって、お前サメ肌に傷つけられて、そうフカヒレスープよ、フカヒレスープがね食べたい、あのスープうまいからねマジで、マジでね一回だけ食べたことあるんだけど、うめえ、もう本当にもうお肌プルンプルンになっちまうよお前、肌プルンプルンになってお前どうしようもねえよお前、女の子羨ましがられちゃってお前肌取られちゃうからやめとくわお前もう右方左方向も全部むしり取られるわ女の子に、何それ羨ましいキモいんだけどマジで無理とか言われてさ、やられちゃうからさ、それはちょっと遠慮しとくわっていうことで、いや最後守備頑張ろう、これ勝てるよ、あい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 、うえあぶねえということで、今回もばっくりとね、まあレート1回下げましたけど企画に1回下げました、しかしながら、まあ、勝てたので良かったですということで、また皆さん次の企画をお楽しみに。